中年男なのに、どっか他の男とは違う世間の赤に染まっていない、ちょっと情熱家のような中年男の意味でオールドボーイというようなことを言葉を使いました。理由もわからないで監禁されたら、ほとんどどんな人でも廃人になってしまうか、気が狂ってしまうか、人格が全然別な人間になっちゃうと思うんです。10年っていうのはそんなような期間です。この主人公は10年を囚われてしまうわけだから、餃子の栄養っていうのは僕は相当完璧な栄養素があって、他のものラーメンばっかり食べてると体力的にも持たないというか説得力がないので、餃子をこの主人公が食べていたことで10年こう体力的に持てた。それから、いろんな店がありましたが同じ味は絶対ありえないので、そういうことも物語の中に入れました。原作ではウジンは醜い男なんですが、映画化ではああいうスタイリッシュな2枚目をキャスティングしたことで誰でも見れるエンターテインメントになったと思います。それでも 僕はマイナー好みなんですが、その視点から見てもとても良かったです。ウジンがラストあたりにレーザー光線を使ってリボン付きの箱にデスをこう誘っていきますね。その時にこうハミングしますが、原作では歌が最大の謎なんで、それとこうダブって僕は思わず鳥肌が立つほど感動しました。漫画のテイストを失わないであれだけ見事な映画にしてくれまして、僕は本当に感動しました。本当にパク監督や俳優の皆さんにありがとうと言いたいです。それから皆さんのこれからの活躍を期待してますので、よろしくお伝えください。